マッチは却下されたものの、もしかしたらその髪の毛よりも大事かもしれない、己のプライド、国の威信、そしてこのリングでの居場所をかけた一戦となります。再起戦ソーダ安尾対するはミャンマーラウェイを経験している中国の格闘職人モンゴドン。ちなみにそのミャンマーラウェイでは1ラウンド KO 勝ちを飾っている選手です。ここまで7対7の対抗戦は日本の3勝1敗。さあソーダで決めるか日本代表、はい、クラッシュスーパーライト級戦です。あ、いきなり左のローキックがローブロー気味に入ってしまいました。モンゴドンです。対するはソーダ安尾に、こんな右のハイキック蹴っていきました。さあ中村さん、はい、日本としてはですね、もう大手をかけていますから、いち早く勝ち越し決めたいところですし、ソーダとしてもこの再起戦大事になってきますよね。そうですね、やっぱりまあね、こうやっぱキャラクターだったり、こうやっぱり言動で、ね、注目が集まりましたけど、やっぱりファイターとしてはね、その系列ベストワンで敗れてる中でのね再起戦なので、やっぱり勝ち星を、ね、はい、落とせないところがありますし、まあ、モンゴドン選手ミャンマーラウェイ出たりとか、うん、すごくそういったこうあと、まあ本人がね、なんか激闘派みたいなことをコメントするんですけど、結構ね戦い方自体はこうバランスいいんですよね。しっかりこうパンチも蹴りも出して、その中で結構激しく戦えるっていうタイプなので、荒々しいとりはこうしっかり戦える、その中でこう激闘するよう な、はあはあ、なんかそんなタイプの選手なんで、結構お互いね、こうテクニックがある者同士こう噛み合うんじゃないかと思うんですね。サウスポーに対して今表情の石川さん、ソーダがフェイント入れましたか。見てるこっちがもっと思っちゃいますね。いやただ石川さんね、はい、そういう意味ではソーダは以前の、まあ、数年前のソーダだったらちょっと考えられないような ね、ああいう動きですよね。そうですね、このプロフィール見ても3センチしか身長差がないんですけど、この両者も相田選手の方が10センチ近く大きく見えますよね。そうですよね、相田選手がね、やっぱいつも通りジャブをうまくリーチ差を生かした戦い方ができてますよね。まあ共にキャリアは30戦を超えます。まあ、互いに戦い方は熟知している両者。左のインローサウスポーに構える赤いグローブ、中国代表モンゴドンです。これがキャリア34戦目、対する相田はステップを使いながら、これがキャリア31戦目です。あ、蹴りには叩かず、それ以上に返してくる。左にフック一瞬怖かったモンゴドン、右のパンチもありました。そういう選手はやっぱあれですよね、こうキャリアが重ねてきて、やっぱ、ね、トレーニングの成果だと思うんですけど、蹴るようになりましたね昔に比べると、ね、はい、昔はほとんどキックを試合中出さなかったという相田。まあ、逆に言うと中村さん、はい、このボクシングテクニックにはですから自信があるということですよ ね、 そうですね。なのでそこにやっぱプラスしてこの蹴りを、ね、ミックスしたスタイルというのができてくればというところだと思うんですけど、まあ、でもモンゴドンもね、やっぱりこういう蹴り合いでもしっかり左に蹴って、あと左の攻撃もいいですよね。私はオールマイティーな戦い方ができるとモンゴドン。さあ佐伯さん、はい、まあ、佐伯さんはね、このソーダ安尾に戦う前にね、はい、インタビューにも言っていただきましたけども、そうですね、相変わらず本当にワールド全開でちょっと飲み込まれてしまったんですけど、うん、この試合でもそのソーダ武器を炸裂してほしいとは思いますね。そうですよね、まずその自分の戦い方、土俵に引き込むことができるかというところです。ソーダ安尾第1ラウンド、もう時間がなくなってまいりました。ここで第1ラウンド終了です。さあ第2ラウンドです。ソーダ安尾対モンゴドン、左のミドルを飛ばしていくモンゴドン、ソーダワンツーパンチを放っていきます。ここもですプレッシャーをかけていくソーダ、下がるモンゴドン、ここパンチでプレッシャーをかけていきます。対する蹴り返してくるモンゴドンです。さあ中村さん、はい、まあ、第1ラウンドは様子の探り合い、この第2ラウンドは少し動いてきますかね。そうですね、まあ、お互いこう試合をね動かすと思うんで、うん、はい、ああここはパンチ、ソーダ嫌がりました。左のミドルです。これ第1ラウンドから対応しています。モンゴドン、石川さん同じ技返しますよ。モンゴドンの左右のボディーブロー、この辺り気持ちの強さが見えたとしています。そして石川さん、このモンゴドンは左のミドルですね、はい、ミドルなんですよね。このソーダ選手の方が身長が大きいのにもかかわらず、モンゴドンの左ミドルを有効に当たるっていうのはね、いいタイミングで蹴ってるからなんですよね。となるとソーダ今膝出しましたけども、うん、このモンゴドンに対してどういう攻略を見せていくんでしょうか。ソーダ選手はミドルで対抗せずにこういう膝とパ
ンチで勝負に行くのかなっていう展開になってきましたね。ここに来てボディへの攻撃を多く見せています、はい、ソーダヤスオン。結構あれですね、ソーダ選手がワンツーツとモンゴドン顔のガードこうやって固めるんで、それでボディ開くんですよね。なるほど、そこをうまく狙うようになりましたね、このラウンドは。こういう風に構えるんでボディが狙えるんですよ、うん、じゃあソーダ選手はそれを分かって狙い始めてるんですね。そして今度は顔面に行きます。ボディを打ってから顔面、まあ、こうなると石川さん、はい、あのいい循環が生まれてきますよね。そうですね、膝がだんだん当たりますからね、あの距離になってきたら、うん、ボディを嫌がって今度はガードが下がったところ顔面に攻撃を打ち込んでいきます。そして膝、ね、ゴドンはミドル蹴れないですからね、うん、あ徐々に、あただモンゴドンの左のパンチもソーダの顔面を捉える。いやただ佐伯さん、はい、徐々にねソーダワールドというのがねできつつあるのかもしれませんよ。そうですね、本当に冷静に戦っていて、うん、相手をうまくペースに巻き込んでますね。あの膝コーナーに詰めてのソーダです。左右のボディもあります。このボディ攻撃この2ラウンド途中有効だ。この膝もあります。ただモンゴドンも同じ技、本当にやり返してくる負けん気の強さ。アバンテージを巻いただけ、その拳で殴り合う、さらに頭突き OK、金的も故意でなければ OK というルール、ミャンマーラウェイの経験があるモンゴドンです。石川さん、なかなかね、そんなルールを戦って考えられない。左のボディ効いた。レバーボディエグったエッタ、そうだ、どうだ、立てないか、モンゴドン立てないか、モンゴドン、悶絶、KO、仕留めた、仕留めた、そうだ、仕留めた、顔を隠す。試合が決まった瞬間、早くマスクをと。日本対中国対抗戦お越しいただきありがとうございました。今皆さん何勝何敗ですか。今現在何勝何敗でしたっけ。今4勝1敗になります。4勝1敗ということは僕が日本の勝ち越しを決めたということでよろしかったですね。その通りです。ということで12月のクラッシュ、去年の12月のクラッシュに続いて3つ言わせてください。1つ今言った通り中国、初めて日本が中国に勝つことが勝ち越すことができました。あと2人必ず勝ってくれると思うので僕の髪は何とか守りきることができました。2つ、この対抗戦の、会見で僕は、髪切りマッチ敗者敗戦チームの代表者紙切りマッチを提案しましたが、もう1ヶ月2ヶ月宮田さんに待たされて結局昨日却下されました。この場をお借りして僕と宮田さんから皆様に楽しみにしていただいて皆様にお詫び申し上げます。申し訳ございませんでした。申し訳ございませんでした。3つ特にありません。ということで最後、来月8月5日クラッシュ91、クラッシュのウェルター級の防衛戦を控えている塚越仁志選手に締めてもらいます。ありがとうございました。なんと今日試合をしていない塚越に最後マイクを振るという、だから振ったんですね。 ある意味暴挙に出ました。そうだ、自分は勝手にもう早々と花道を下がっていきました。塚越です。すいません、なんかどうしよう。あのソーダさんはあの髪を守ったんで、僕はしっかりベルトを守ります。ありがとうございます。選手退場。